こんにちは。ゼンリンデータコム地図アプリ開発担当の上野と申します。今回はドコモ向けに提供しております最新版アプリをご紹介させていただきます。地図アプリは多彩なコンテンツ検索や車と歩行者のナビゲーション、そして乗り換え案内もワンパッケージにしたオールラウンドなサービスです。サービスの特徴として1つ目はタウンページ情報をベースとしてグルナビや食べログといったグルメ情報、満空情報付きの駐車場などの充実したコンテンツを簡単に検索することができます。もちろん地図はゼンリンならではの足で稼いだ精度が売りの詳細地図です。2つ目の特徴はカーナビさながらの案内が可能なことです。リアルな交差点やジャンクションの画像をはじめ、ナビで最も重要な音声でのナビゲーションなど、カーナビ向けに整備されているデータと同じものを利用しています。最後に、先日リリースしたアプリでは使い勝手の向上をテーマに主にレスポンスの改善を行いました。初めて利用される方はもちろん、これまで利用された方もぜひ一度最新バージョンのアプリをお試しください。まもなく斜め右方向です。その先およそ100メートル先、斜め右方向です。まもなく左方向です。その先およそ1キロ先、左方向です。高速道路入り口です。300メートル先、左方向です。高速道路入り口です。まもなく左方向です。高速道路入り口です。およそ1キロ先、三宅坂ジャンクションを羽田方面です。